皆さんは呪われた背番号について聞いたことがありますか？プロ野球界にはこの番号を身につけるとなぜか短命、不運に見舞われるなど不吉なイメージを持つ背番号がありますよね。以前ご紹介した球団に語り継がれる呪われた背番号のセリーグ編に引き続き、今回はパリーグ編をお届けします。今シーズンは4位に沈むなど成績は振るいませんでしたが、球界の名手とも称される上昇軍団ソフトバンクホークスにも不穏な背番号が存在します。それは18。歌舞伎のお家芸お箱のイメージや巨人の藤田元氏、堀内恒夫、桑田真澄が背負ったことでエースナンバーとして認知されたと言われていますが、ホークスではどうにも不遇なイメージがつきまとっているのです。歴代の18番を振り返ってみると、山内和弘、村田勝義、渡辺富夫、吉田豊彦、松野武康、荒垣渚、松坂大輔と約10年身につけた荒垣以外は激しく入れ替わっており、過去7人のうちホークス以外の球団でプレーしなかったのは松野武康だけで、残る6人は18をつけている間に他球団へ移籍または退団しているのです。2018年のシーズンから現在に至るまでこの18を身につけている武田翔太も右肘の手術の影響があってか苦しいシーズンが続いている印象です。今後背番号18の負のイメージを払拭する機会は巡ってくるのでしょうか。ロッテでいわくつきの番号といえば26。これは2005年から準永久欠番となっており、理由としてはファンのための欠番で、ファンをナインやベンチ入り選手に続く存在という意味合いだと公表されています。しかし一説によると、1985年から1992年にロッテに所属していた小川博士が強盗殺人を起こして逮捕されたという事件があり、不名誉な番号を封印したともささやかれています。小川は離婚した元妻への慰謝料などにより消費者金融から約1000万円の借金を抱えており、再就職後の2003年に自己破産するなど生活苦からの犯行だと言われました。現在は無期懲役判決で服役中です。ファンのための番号と聞くと胸が温かくなるエピソードですが、殺人で逮捕された唯一のプロ野球選手が身につけていた番号と知るとちょっと背筋が寒くなってしまいますよね。ちなみにロッテといえば、あの不倫騒動で解雇された清田育弘が身につけていた背番号1をどうするか問題も残っています。しかも11月5日、その清田選手が解雇権の乱用で処分は違法で無効などとして球団側におよそ9700万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こしたことが報じられるなど、まだまだ波乱が続きそうな予感です。この一番をきっかけに、私たちは新たな呪いの番号誕生の瞬間に立ち会ってしまうかもしれません。埼玉西武ライオンズでは背番号13のエースの宿命としてノーヒットノーランを達成できない説が浮上しています。2020年9月9日の西武対オリックス戦では、先発の高橋光成が8回まで無安打1四球無失点。しかし9回先頭の代打西野にセンター前ヒットを浴び、ノーヒットノーランを逃します。その瞬間、ベンチから元祖背番号13の大先輩西口文也投手コーチがマウンドへ駆け寄っていきました。できるものならやってほしかったというのが本音と後に語った通り、西口はノーヒットノーラン未遂王として有名で、結局一度も達成することのなかった悲劇の名投手でした。現役時代、西口がノーヒットノーランを期待されたのは合計3試合。そのうち2度は9回2アウトからヒットを打たれたもので、もう1回はなんと9回をパーフェクトで抑えていながら自分のチームが点を取ってくれずに延長に突入、10回にヒットを打たれてしまったというもの。背番号13番のエースはノーノー未遂王の宿命を背負ってしまうのか、今後の高橋選手の活躍に悲願を託したいところですね。つい最近の新庄剛志新監督、元いビッグボスの就任が話題になっている日本ハムですが、ファンの間でなんか不吉なんじゃないかとザーザーされたこともあったのが背番号12。日本ハムで12番というと、近年では2005年に先発で7勝を挙げるなど活躍しつつ、右肘の故障と二段モーション規制が重なってからは結果を出せずに戦力外通告を受け退団した鎌倉健選手がいました。その後は2008年の加藤達夫、2010年のカーライル、
そして2011年のオビスポ投手と移籍投手がこの背番号を背負ってことごとく消え去ってしまいました。鎌倉以前も日本ハムにおける12は大体投手が身につけることが多かった番号ですが、投手で12は不吉なんじゃないのか、野手の番号にしてしまったらどうか、いっそファンの番号でもいいのではないか、との声もちらほらあった模様。2012年からはこうした不吉な連鎖を断ち切るかのようにドラフト2巡目で指名された野手の松本剛選手が身につけています。松本選手は入団後は内野手として出場するも、イースタンリーグで2度にわたってシーズン最多失策を記録するなど内野守備で課題を露呈し、入団4年目の2015年から持ち前の打力や俊足を生かすために外野手へ転向。2017年のセパ交流戦では打率3割9分6厘と出塁率4割3分9厘で丸義弘に次ぐ2位の成績を残したことが評価されて、日本生命賞を受賞するなど活躍も見せていますが、2018年には2軍降格の浮き目にも合います。今季は開幕1軍になるも出場47試合0本塁打2打点にとどまり、特に不調気味とはいえ10年息長く現役でプレーし続けているので、ひとまず12番の不吉なイメージは断ち切ったのかもしれません。プロ野球界では炎のストッパー津田常に、伝説の 10.19 で名試合を演じた阿波野秀之と、名投手の多いイメージのある背番号14、オリックスの前身球団阪急ブレーブス時代には山口隆が身につけた番号でした。山口隆といえば藤川球児のフォームを修正し火の玉ストレートを生んだ張本人。しかしこの番号が今オリックスにおいては呪いの番号になってしまっているといいます。山口は1975年に新人王や日本シリーズ MVP を獲得し、ルーキーイヤーから4年連続で30試合以上登板するなど活躍を見せていたのですが、そんな山口隆の14を身につけたほとんどの選手が短命で終わっているというのです。春の選抜甲子園優勝投手で1982年ドラフト1位で入団した榎木田健一郎は未勝利のままたったの3年で引退。1987年ドラフト2位の山内義弘は入団して2年間はリリーフとして活躍を見せますが、以降は全く活躍できず、続く丸尾英二はオリックス在籍3年間に1勝のみ、翌年近鉄に移籍しましたが戦力外通告。山口和雄はリリーフとして当時日本人最速タイとなる158キロを記録するなどそれなりに活躍するも、2009年のドラ1古川修一はルーキーイヤーには33試合登板しますが、これがピーク。2015年に戦力外通告を受けました。2014年からはドラフト1位の吉田和正が背負っていますが、プロデビュー後から制球難で負けが続きます。ついには2021年プロ入り後初めて1軍の登板機会がなく、2軍でも24試合の登板で防御率 7.66 の成績。そして10月に戦力外通告を受けてしまいました。2021年25年ぶりのリーグ優勝を果たしたこの良い流れに乗って呪いを振り払ってほしいと思います。最も若い球団である楽天にはまだ呪いの番号と言えるほどの歴史の蓄積は存在していないように思いますが、強いて言うならずっと外国人選手のみが身につけてきた42番の移り変わりがかなり激しいのが気になるところかもしれません。ロペス、フェルナンデス、ウィット、グイン、ルイーズ、ヒメネス、レイ、ボーカー、レイ、ペーニャ、アマダー、ハーマンときて、2020年9月からは金銭トレードで広島から楽天にやってきたジョンソンが身につけていましたが、残留交渉しないまま自由契約になり現在は欠番状態に。ちなみに42番といえば日本では死を連想させる意味数のため日本の球団では空き番号となることが慣例。メジャーリーグでも背番号42が全球団共通の永久欠番となっていますが、意味合いは日本とは全く別で、黒人選手として初めてメジャーリーガーになったジャッキー・ロビンソンへのリスペクトが理由。日本に来る外国人選手が背番号42を着用することが多いのはこうした背景があります。と小話を挟みましたが、楽天でこれから42番の行方とともに、これから球団ならではの呪いの番号が生まれるのかどうかというのも気になるところです。今回は呪われた背番号パリーグ編をお届けしました。また呪われた背番号セリーグ編は概要欄にも貼ってありますので、ぜひ興味のある方はご視聴していただければと思います。いやいやこんな番号もあるぞという方、
ぜひコメント欄で教えてください。また機会があれば紹介させていただきたいと思います。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。